Excel やパワポではこれをこうできます、ほぼ同じ操作でこれをこうできます。使うのはパターン素材という画像、それを並べると無限に同じ柄が繰り返されるようにデザインされている画像のことを言います。パターン素材は様々なサイトさんが公開してくださっていて、今回使わせていただく素材サイトさんは説明欄のリンクをご覧ください。グラフでパターン素材を適用したい部分を選択。ドーナツグラフは1回目のクリックでドーナツ全体、さらにもう一度クリックするとクリックした部分、今回は青いところですね、を選択できます。書式タブ、図形の塗りつぶしからテクスチャ、さらにその他のテクスチャ、右側に作業ウィンドウが表示されます。バケツのボタンから塗りつぶし、ここをクリックするたびに展開と折りたたみを切り替えられます。塗りつぶし、図またはテクスチャーを選択し挿入するボタン、自分でダウンロードした画像ファイル、今回はパターン素材ですね、を指定するので、ファイルからパターン素材をクリックで指定したら挿入ボタン、そしてここが猛烈に重要、ただパターン素材を入れただけではその画像をグラフにフィットさせようとして画像の大きさを変えるだけなので、図をテクスチャーとして並べるにチェックをつけます。パターン素材を入れたい部分を選択、テクスチャーの設定という流れで全て設定できるので、グラフエリアを選択して設定すればグラフエリアにパターン素材を入れられます。設定後は作業ウィンドウを閉じても出しっぱなしでも構いません。テキストボックスの文字にももちろん同じ操作でできますが、文字側への設定と背景側への設定があるので一箇所だけ注意が必要です。テキストボックスのところでクリックしたら、ポッチとポッチの間でクリック、これでテキストボックス全体を選択できます。図形の書式タブ、こうしたい場合には図形の領域側を塗ることになるので図形の塗りつぶしボタン、こうしたい場合には文字側を塗ることになるので文字の塗りつぶしボタン、どちらのボタンを押しても次は同じです。テクスチャーからその他のテクスチャー、作業ウィンドウでは図形領域を塗るときは図形のオプションでバケツボタンの塗りつぶしとなりますが、文字領域を塗るときは文字のオプションで左端のボタンから文字の塗りつぶしとなります。後の操作はどちらも一緒、塗りつぶし、図またはテクスチャーを選択し挿入するボタン、ファイルカラーを押してパターン素材を指定、そして重要な図をテクスチャーとして並べるにチェックをつけます。文字にパターン素材を入れた場合には影をつけたり文字の輪郭をつけたりすると見やすくなることがあるので、読みやすくしたいなという時はお試しください。もちろんフォントサイズも変えられます。そして普通の図形も他と同様に図形の塗りつぶしボタンからの設定です。この操作だけで見た目がかなり変わるのでぜひお試しください。この動画気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではでは。